世界が驚くほどの建造スピードで建造されているもが三型護衛艦。もが、三型三番艦の能代が就役しました。今回は、この能代就役と、建造能力を詳しく見ていきますね。ユニコーン部分があまり見れないのが、残念です。VSL 搭載艦も今後出てきます。マジやばい。2022年12月15日、海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるもが三型の三番艦として、能代と命名された艦艇が、就役を迎え、同級として、初めて、長崎の佐世保を母港とする護衛艦隊の第13護衛隊へと配備が行われた。これまで先行して、2022年3月に2番艦、熊野、4月に1番艦にして、ネームシップの、も、神が就役していたが、いずれも、神奈川県県の横須賀を母港とする総解体軍に配備されており、佐世保には、初の配属となった。さらに、このもが三型護衛艦については、今年2023年に、番艦の三熊が、3月、5番艦の矢作が、12月に就役を迎える計画で、作業が進められており、従来の護衛艦の枠を超えた新戦力として、大きな期待が寄せられている。も、が、三型護衛艦は、海上自衛隊の艦艇としては、実に、およそ50年ぶりに、フリゲート艦に分類される種別となっており、直接的には、沿海域の警備を主任務としていた、阿武隈型護衛艦6隻の後継艦として計画されたものになる。阿武隈型護衛艦は、基準排水量が2000トン、満載排水量が2900トン、全長が 109.0 メートル、全幅が 13.4 メートル、深さが、7.8 メートルの艦体を持つ艦艇で、海上自衛隊での艦首記号では DE と呼称されていた。これら阿武隈型護衛艦は、1989年から1993年にかけて、総数で6隻が就役を行い、また現在も現役であり、すべてが護衛艦隊に所属しており、青森の大港に2隻、京都の舞鶴に1隻、広島の呉に2隻、長崎の佐世保に1隻とまんべんなく配備されている。そして、阿武隈型護衛艦は、機関部には、ディーゼル機関とガスタービン機関をそれぞれ2機ずつ、搭載する CODOG 方式で、最大36300馬力を発揮、最大速力は27ノットで約120名で運用され、兵装には、VLS、垂直発射艦は未搭載である。一方、能代を含むもが三型護衛艦は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートルの規模を誇り、海上自衛隊としては、初めてフリゲート艦を示す FFM の艦首記号が与えられている。も、が三型護衛艦に与えられた FFM という艦首記号は、フリゲート艦を示す FF と、多目的かつ、嫌いの両方を示す、その頭文字の M を組み合わせたものとされており、艦艇の特徴と性格を端的に表したものだと解釈してよいだろう。ちなみにもが、三型護衛艦の前に、海上自衛隊に存在していたフリゲート艦とされているのは、1953年から1972年にかけて、アメリカ海軍から供与されていた、多古間級哨戒フリゲートであり、総数で18隻が就役していた。この多古間級哨戒フリゲートの海上自衛隊での艦名は、クス型護衛艦といい、現在のもが、三型護衛艦と同じフリゲート艦といえど、その艦首記号は PF であり、これは、アメリカ海軍でのパトロールフリゲートをそのまま用いていたものである。海上自衛隊では、この PF という艦首記号も、
X 型護衛艦のみにしか適用しておらず、その意味において、モモガミ型護衛艦は、近代的な艦艇としては、事実上、日本では初めてのフリゲート艦ということができるだろう。近年の海上自衛隊においては、主として、3つの艦種記号が、護衛艦には与えられており、汎用護衛艦が、DD、ヘリコプター搭載型護衛艦が DDH、そして、いわゆるイージス護衛艦が DDG と分類されて、運用が行われている状態にある。その区分でミレハモガミ型護衛艦は、DD タル汎用護衛艦の一部の任務を肩代わりする存在であるとも考えられ、この2023年の年頭においては、総数で22隻の建造が見込まれるなど、近年では珍しく大量建造が計画されている。最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型などは、満載排水量で1万トンを超える大きさであるため、それに比すればも、が、ミ型護衛艦はコンパクトとは言われているが、多くの DD やディフェンダー等よりも、実は排水量は大きい。例えば、今や、日本にとっての最大の仮想敵国となった中国の場合、同国海軍が運用している 054A 型エカイアイアイ型フリゲートは、基準排水量が3450トン、満載排水量が4050トン、全長が 134.0 メートル、全幅が 15.0 メートルである。054A 型エカイアイアイ型フリゲートは、機関部には、4機のディーゼル機関を組み合わせた CODAD 方式を採用。最大出力28200馬力で、最大速度27ノット、乗組員数190名と召されており、すでに少なくとも31隻が就役している。この054A 型エカイアイアイ型フリゲートハモが、ミ型護衛艦よりも、排水量、機関出力、速度、消費とかにおいて数値的には劣っているが、主兵装となる VLS、垂直発射艦は32セルを搭載しており、単純な攻撃力では上回っている。も、が、ミ型護衛艦は、対機雷戦闘までの機能を包括した作りであることも要因であるためか、主兵装である VLS、垂直発射艦は、最大でも、16セルの搭載に止まる仕様であり、攻撃力に比重を置いていないことは、そこからも見て取れる。加えてもが、ミ型護衛艦では、現在就役を行った、の城を含めて、VLS、垂直発射艦で運用されるミサイルの種類について、別途、詳細な検討が必要との理由で、それ自体が、未搭載で就役を迎えている、状態にある。このあたりは、2022年12月に閣議決定された安保関連3文書での大幅な防衛費の増額に照らし、高精度、超射程の最新式の対空、対地、対艦ミサイルが選定されることに期待をかけるしか、今のところはないのだと思える。すでにもが、ミ型護衛艦は、2022年8月の時点で8番艦までが寄港されているが、それらのうちの6隻を、三菱重工業者の中崎造船所が担っており、同艦の調達コンペにおいて、企画案を提示し採用された恩恵を十二分に反映している。しかし、自衛隊向けのみの兵器製造は、決して、企業として、莫大な利益を生む事業ではなく、日本の防衛産業を支える理由として、三菱重工業者のメッシ暴行の国家への貢献という理念に基づいた行為であることには頭が下がる。日本の大多数の左翼勢力は今のロシア・ウクライナ戦争等に関してもアメリカをはじめとする西側諸国の軍需産業が武器を売らんがために長期化を図っているというような陰謀論を展開するが言うほど兵器産業の利潤は多くはない。弾薬をはじめ、
各種の兵装の不足が指摘されるウクライナへの支援だが、簡単に儲かるのならば、容易に増産をかければ済むと言えるが、そうした増産ラインを敷くには、かなり長い準備期間とペイする投資は必要になる。かつての時代のように、兵器が複雑な誘導装置等の電子機器を必要としないものであれば、大量に短期間で生産を行い、大きな利潤を得ることも可能だったかもしれないが、今や、そうしたアナログな装備品は主力ではない。一部無人航空機に関しては、ロシアがイラン製のものを大量に調達し、行き過ぎたハイテク装備品のせいに、アンチテーゼとして、高価な地対空ミサイルに対して、不均衡な戦いを仕掛ける兵器とはなってはいる。しかし、こうした状況は、かなりの例外的なケースであり、多くは、ハイテクな電子制御が必要な兵器によって、戦場は支配されており、ことに戦局を左右するような兵器に至っては、その感が一層強いというのが実情だろう。くしくも、アメリカの軍事系シンクタンクとして、世界的に、著名な戦略国際問題研究所が、2023年1月に、発表を行った報告では、仮に台湾有事が発生し、日本やアメリカが中国と戦闘に及んだ場合、辛くも台湾防衛には成功するとされた。しかし、その場合でも、日本やアメリカは多数の航空母艦を含む主力艦艇や航空機の損耗を覚悟せねばならず、中国軍が配備する追艦、対地、対空ミサイルによって、おびただしい損害を被ることは避けられないと警鐘を鳴らしている。